向こうは母親とは別の、これ以上不幸な人間を増やさないでくれ。実には私が責任を持って付き添うから。席入れない。お前はまた泣いてんのか。ごめんなさい。私他に好きな人がいる。誰？だからいちさんのことも全然好きじゃない。じゃなくて誰？出野部長。最低だなお前。なんで今日来たんだよ。もう帰れ。頼むから帰ってくれ早く。目の腫れが引かない。一さんを傷つけてしまった。でも君のせいで田所君は自殺未遂するまで追い込まれた。もう終わったんだ。何かありました？今日はずっとため息ばっかり。こちとら眠れねえし食ってねえから。成田さんとうまくいってないんですか？え、もしかして別れました？出野部長に取られちゃって。近寄んな。香水つけすぎ。ひどい。え、いい香りじゃないですか。打ち合わせ行ってくる。あ、ちょっと待ってください。私もお昼買いに行きます。今度一緒にお昼行きません？遠慮したく。ひどい。お疲れ。ああそうだ、新規事業を3つ一課に回したい。後で打ち合わせさせて。はい。あの人にはかなわない。非の打ち所がない。俺なんかよりミサオのことを幸せにできる。市川さん、今夜ちょっと付き合ってもらえますか？なんかやっぱり体調が。まだやめないのか君は。市川さん。あの市川さんとはお別れしました。それはそれは。市川さん。部長。お疲れ様です。出野君。成田、ちょうどよかった。うちの成田です。非常に優秀な社員で、もともと市川君の部下でした。
海にでも行くか。え？服青いし。なんで私じゃダメなんですか？お前本当に俺のこと好きなの？はい。嘘つけ。お前が好きなのは俺の親父だろ。どうして分かったんです？勘だよ。お前の子は親父のと一緒。どっかで嗅いだことあるなって思ったし、女にしては珍しいと思ってた。で、親父に捨てられそうなわけ？いや。それで息子に乗り換えるのかよ。違います。藤川さんも成田さんに片思いなら私と同じだなって思って。え？傷を舐め合いたいってこと？もっと自分を大事にしろよ。それに今のお前じゃミサオの代わりなんてならない。お疲れ様です。お疲れ様です。成田さん、市川さんと別れたんですって？その判断大正解。市川さん結構すごいでしょ。あれは癖になるけど女癖悪すぎ。まさきです。いちさん、もう松永さんと？なんでいちさんは私だけだと思い込んでたんだろう。前は私が一さんの浮気相手だったじゃん。あとさ、成田。顔色悪い。大丈夫か？ちょっと忙しいだけなんで大丈夫です。忙しくて出野さんと会えてないってことか？俺の時みたく言いたいこと言えてないんじゃないか？どうもありがとう。お待たせしました。すごいですね。おすすめのお肉なんですよ。美味しそうなのに、はい、食欲が全くない。どうぞ。成田さん、すいません、成田アルコールがダメなんです。あ、そうですか。じゃあ、こちらか何か。成田、明日病院行け。え？全然食ってないだろう。今日だけじゃなくてさ。いや、それは失恋のせいですから。お前分かってないのか。お前普段
かなり大食いだぞ。ちょっと部長バカにしてますか。ええ、でも本当に病院は行けよ。はい。あれ、前の生理っていつだった？したいの。ちょ、イサオ。お願いします。はい、少々お待ちください。今保険証を返しますね。はい。松永さん、保険証ありがとうございます。ありがとうございます。成田さん、松永さん、同じ病院なんて偶然ですね。成田さんもピル。あ、いえ。成田さん、最近やつれてませんか？そうですか。たまにいますよね、女の弱さを使って離れていく男をとどまらせようとする卑怯な女。あ、成田さんのことじゃないですよ。いちさんにひどいことをした私、元カノへの敵意、心拍も確認できますね。成田さん、妊娠されてますよ。もう11週に近いです。もし当院でご出産なされるようでしたら、お早めにご予約ください。大好きな人との赤ちゃん。はい、もしもし。市川です。 あ、成田です。今産婦人科にいるそうだね。足りなければ欲しい額を言ってくれ。これはいただけません。まさか産む気なのか、別れたのに。ご迷惑おかけいたしませんので。一人で産むといっても育てるのは並大抵のことじゃない。簡単なことだとは思っていません。では、和也が他の誰かと結婚をして、和也に子供ができたらどうなる？君が一人で産んだこと、後から知ったらどんな気持ちになる？和也だけじゃない。その子が母親とは別の女が産んだ兄弟がいると知ったらどう思う？これ以上不幸な人間を増やさないでくれ。手術には私が責任を持って付き添うから。